琵琶湖に突き出た長さ14メートルの揺れる竿を慎重に進む修行僧。幅26センチの先端で合掌して7メートル下の琵琶湖へ飛び込みます。近江八幡市の伊崎寺で毎年8月1日に行われる伊崎の竿飛びで、100日開放行を終えた修行僧が人々の願いのために飛び込む写真の行として平安時代から続いてきたと言われています。去年と一昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で僧侶が法要のみを行い、参拝も中止されていました。修行僧10人が豪快に水しぶきを上げて飛び込み、参拝者からは拍手が送られていました。